久々のアシックス行きます。DS ライトアクロスプロで定価19,800円でネットでね購入しました。今更なんですけどオールグラウンド使えるってね最高ですよね。アシックスのオンラインショップにも林大地中谷慎之介着用モデルって書かれてるんですけど、まあ2人の共通点はあんまパッと浮かばないですけどね、めっちゃかっこいいですよね。コメントで結構リクエストいただいてたんで新作を待ってたんですよ。三種構造のアッパーっていうのをめっちゃ興味あって、どちらかというとアジリティ面がね強調されたスパイクなんかなと思います。完全に人工比較のスパイクで、僕が履いた中やとウルトラに質感が似てて結構パリパリしたねプラスチックみたいな感触なんです。このフレームはね欧米のグリッドシェルみたいですよ。DS ライトは昔からこの履き口がしっとりしてて、靴ずれとかほんま少なそうなね履き心地なんですよね。これがめっちゃ好きです。かかともね柔らかいです。重さ 204g で持った瞬間にねめっちゃ軽いっていう風になると思います。ポイントこれ水色めっちゃかっこいいですよね。推進力とかダッシュスピードっていう言葉からも分かる通り、やっぱりね走りとかアジリティ切り返し面ね楽しみです。 X フライ4の時も感じたんですけど、スタッドの推進力っていうのがね他のスパイクと全然ちゃうなっていう風に思います。前へのバネ感がすごいんですよ。この紐の締め付けがね結構強そうかなっていうのは第一印象で思いました。タンのところもね2箇所通すところがあるんですよ。インソールはグリップ力っていうよりはしっとりとしたね足触りかなっていう感じがします。このインソールもめっちゃ波打ってて走りやすいように設定してくれてるんかなっていうのは思いました。スタッドもつま先の足型もそうなんですけど、ちょっとつま先反り上がりあるかなっていう風に感じましたね。やっぱ DS ライトはシンプルでね昔からかっこいいですよね。スタイリッシュです。これはまた覚えとかないとダメなんですけど、3つ目の穴通したらタンのファーサイドに通します。3つ目の穴に通したらタンのファーサイドに通します。アンダーラップでね結ばれてました。3つ目の穴通してタンのファーサイドに通したら、次4つ目の穴通してまたタンのファーサイドにね結びます。ややこいっすよね。これによってねタンを結構タイトに締め付けられるんじゃないかなと思います。履いていきます。X フライ4の時と同じく足幅スタンダードって書かれてたんですけど、前足部がちょっとパリパリなんもあって、横幅ちょっと狭いかなっていう風に感じました。履いた感じはウルトラよりは中からこうパリパリなちょっと硬さを感じるなっていう印象です。紐がもっとタイトに締め付けられて嫌な感じすると思ってたんですけど、めちゃ普通でした。シンプルでかっこいいなっていう風に思います。やっぱり見た目通りの履き心地で、めっちゃ硬いっていう感じはないんですけど、パリパリとしたね履き心地になってます。横幅がやっぱりちょっと狭いかなっていう気はしますけど、全然きついとかではないですね。やっぱり DS ライトの足首とか履き口周りの気持ちよさは僕めっちゃ好きなんですよね。歩いたらかかとついた時に勝手につま先に持っていかれるようなね推進力を感じるんですよ。走るのめっちゃ楽しいです。
これ見てもらったら分かると思うんですけど、僕ウルトラの時も言ったと思うんですけど、つま先の反り上がりがちょっとあって、インステップタッチしにくいなっていうのは思いました。あと前足部の三種構造のアッパーって書かれてたとこがインパクト結構弱そうで、なんか下敷きみたいにこうパリッと割れちゃうんじゃないかっていうね、気持ちになりました。インパクト弱そうとかいうのもグラウンドで蹴ってみたらほんまに全然違ったりするんで、とりあえず履き心地めっちゃいいんでね、早くグラウンドで蹴りたいです。スタイリッシュでかっこいいなと思ったのと、めっちゃ軽く感じるんで、アジリティ面がねやっぱ特徴やなというふうに思います。今日のこの段階ではインパクトとかめっちゃ弱そうに感じたんですけど、グラウンドでねどういう風になるかちょっと予測がつかないんで、めっちゃ楽しみです。またレビュー動画も出すんで見てみてください。